ベルガム前方にボールを送る。ソサ、ベルカンプ。シーズンの終盤になってペナルティが戻る。ソサが前進する。ソサボールを持ってシュート。左足のシュート。ユースタラ。独走態勢ですね。先にインテルに点取られると苦しいですからね。はい、考えてやはりザルツブルクが少なくとも前半。ボールがソサに渡りました。ソサからベルカンプ。ちょっと届かない。もう一度ソサ。そして小さく出してソサが蹴るか。小さく出してソサが蹴りました。このくらいの距離でもソサが蹴るとなるとやはり相手はすると嫌です。そしてソサ5センチ、27歳、まもなく28歳になります。左からソサが上がっていく。さあ2対2だ。ソサが行く。ソサドリブル。ソサのドリブル。ベルカンプのボールが当たった。ベルカンプのシュート。ベーバーこのパスカットした。ソサが行く。ソサ得意の左足のシュート。決定的なチャンスをまた逃しましたソサ、ね。点取ればほぼ優勝ですからね。しかしベーバーが39歳のベテランとも思えない大きなミスでしたね今のは。依然として0対0。さあ今度はベルティ、ソサ、そして中央です。ベルティ前方にボールを出す。ソサが行った。ソサが行った。やっと左足のシュート。それを相当ベンチにいるとストレスがたまるでしょうね。もうとにかく1点のアドバンテージ、ね、そうですよね。しかし笹も強いですね。そうですね。小柄な体ですが残りました。175はないんではないかというルーベン笹。得意の左笹に出しました。さあどうする。13位に終わりましたからね、リーグ戦は。面目を施しました。